ベースボールファンの皆さん、こんばんは。カナダ代表対日本代表ゲーム1の模様をお送りしてまいります。この放送の解説は達川光雄さん、黒木智弘さん、このお二人でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、まもなくプレイボールです。今日のゲームの先発ピッチャーデービッドソン、日本をどう抑えてくるんでしょうか。1回の表、日本の攻撃、そしてこの回の先頭イチロー。マウンドは先発ピッチャーデービッドソン。今日の第1球、まずは初球ストレート、ボールカウントワンストライク。次の2投目、外へ直球で追い込みました。3球目決まった、内への球、スイングアウトの三振です。今の場面もう一度見ていただきます。そして次の2番中島、右の打席に入りました。この回はワンアウトになっています。最初から際どいコースできます。ノーワン、まず先頭バッターを三振に打ち取っています。入れてきました、外へ2つ続けました。3球目、ここはカーブできました。2エンドワン。さあ4投目、スイングアウト、2者連続空を切らせました。今のシーンもう一度見てみましょうか。次のバッターに変わります。青木、1回の表ツーアウトです。まず1番2番を打ち取っています。最初の1球、最初のボールを決めました。ワンラッシングです。次のボールは、なんと鋭い打球の打球のセカンドへ、抑えた、一塁送球、これは一塁アウトで3アウトチェンジです。1回の表が終了、日本代表3人で攻撃を終了しています。変わって守ります日本の先発ピッチャー、ダルビッシュ。さあ、どんなピッチングを見せるのか。1回の裏、カナダの攻撃、トップバッターコスキー、左のバッターボックスです。最初は見ていきます。ボールカウントワンストライク、2球目はどうでしょう。外のボールは打球が1塁間、取った。そう、もうちょい打球が行くわったな。セカンドゴロに終わっています。そしてバッターは2番マーティン、まず先頭のバッターを打ち取っています。これも強烈な打球、センターへ上がっている。このレースは大丈夫でしょうね。見てた、長打コースになる。打ったバッターは2塁へ、ツーベースヒット、左中間へのツーベースになりました。そして次のバッターとなります。もっと早くも先制のチャンスを迎えています。初回からヒットを許しています。さあ、強烈な打球がいった、これは先制タイムリーになる。オーダー下がった、下がった、これはフェンスに当たった。さあ、バッターランナーは一塁を回ります。バッターが投入しました。タイムリーツーベース、1対0、1点先制します。初回から主導権を取っていきます。さあ、もう一度見てみましょう。ああ、歯ブラシのキャップどこ取ってたかな。まあ、ここは状況に流されず、まずは自分のバッティングでしょう。そうですね、特別なバッティングをしても結果に結びつきにくいですよね。初回からの失点、あとはきっちり抑えたいところなんですが。打った、得点差わずか1点、カナダがリードしています。この球はどうでしょう。ここは変化球、ワンエンドワン。この回はワンアウトからツーベース、その後もツーベースを許しています。今度もいい当たり、これはどうか、入るか入るか、下がる下がる下がる、フェンスに当たります。打ったバッターは二塁へ、ショートが中間、今セカンドランナーホームイン、タイムリーツーベース。何点取ってもゲームは終わるまで分かりませんからね。運良くにということですね。どんな場面であってもチャンスが来たら逃してはいけませんよ。
クソ、もうちょっとホームランだったな。なんといってもフルスイングが魅力です。あのスイングはピッチャーにとって恐怖ですよ。思いっきりのスイングが見てみたいですね。そこは当然彼の魅力ですからね。この回失点が続いています。初球空振りになりました。まあスイングだけ見てますとね、ストレート落ちました。今のはファウルになります。さあ勝負するんでしょうか。真ん中はファウルになります。さあ打ち上げた、打ち上げてセンターです。この打球です、この打球です。まさかすごいな、あれホームランになるか。外野フライかと思った。伸び方が非常で。1回の裏ホームランが出ています。いきなり優位に進めていきます。今ホームインしました。4回でそしてベンチ前コーチもいます。2点を追加、初回から点差を開いていきます。さあこの表情です。それでしたか、足直りを見せるんでしょうか。今の場面もう一度見ていただきます。これだっていう勢いを感じました。気合のホームラン、早く投げてこいという顔してましたね。気合勝ちですよ。投手に向かっていく積極性がこの一発を呼んでいます。さすがにダルビッシュ有利か。ここで2番手ピッチャーにスイッチします。渡辺俊介、ワンアウトからの登板となります。さあどんな投球を見せるのか。そして次の6番ステアー、左ボックスに入りました。さあカナダ代表、さあ追加点となるツーランホームランが出ています。初球わずかに外れてボール、ノンストライクワンボール。いきなり先制点を許しています。打ってこの回ツーランホームランを許しています。次が3球目、変化球打ってセカンドへの打球取りました。一塁へ送ります。アウト、アウトです。セカンドゴロに終わりました。打順は次に変わります。大和、このイニング7人目の打者を送り込んでいます。第1球、初球から打った痛烈な打球、右中間、打球が上がった、取ってこれで3位。あー、早くなった。さて試合は4点差、2回に入っていきます。まさかのダルビッシュが1回降板か。2回の表、日本の攻撃。この回の先頭バッター稲葉、まずは塁に出たいところ。初回を無失点に抑えています。何を投げてくるか。インコース打って打球はライン際、切れるか。ファースト取った、ファースト取って、これはアウトです。ファーストゴロに終わりました。そして次の5番村田、さあ最初のバッティングはどうでしょうか。さあ1球目、初球振りません、ワンナッシングです。次の2球目、今度もストレートできました。ツーストライクです。様子を見ていった、鋭い打球、打球はセンター方向、破った、ただセンターへ転がっていきます。ここでランナーを出しました。センターへのヒットが出ました。さあランナーが出ました、小笠原。日本代表ワンアウトからヒットが出ています。何、嘘、伸びて引き刺さった、ツーランホームラン。初球ヒッティングはホームラン。まっすぐを捉えた当たりは一瞬のうちにライトスタンドに吸い込まれました。そして今ホームイン、4対2。そして大歓声の中ベンチで出迎えます。2点を返します。点差を縮めてきました。いやー、小笠原やっぱやばいなこいつ。そして次の7番福留、左のバッターボックスに入っています。さあ日本代表、さあツーランホームランが出ています。何を投げてくるか。初球見送っていきます。枠をいっぱいに使ってきます。次の第2球入りました。カウント2ストライクノーボールです。3球三振。次のバッターです、城島。すでに2点を奪われています。初球はどうでしょうか。まずは見送りました。カウント1ストライクノーボールです。さあ今日の第1打席です。中へ、さあ追い込みました。当てただけのバッティング、左に持っていった、レフト線に上がっている、取ってスリーアウトチェンジ。2回の表終了、日本代表2点を返しています。4回に2点差にしています。
2回の裏カナダの攻撃、この回は8番から始まります。4対2カナダがリードしています。行きました。これがセカンド。カインデスがあんま怖くないんだよな、カナダは。1塁アウトです。セカンドゴロに終わっています。次のバッターに変わります。ティーへ、渡辺俊介、今日は1回を投げてヒットは打たれていません。失点なしのマウンドです。ストレート上がってた。センター後ろに下がります。ではセンターへの打球になります。センターフライに終わりました。ここで打順が一巡します。ゴスキー左打席に入っています。ツーアウトランナーはありません。初球から打った。打球はライトへ上がってどうだ。後ろに下がった下がった。この打球はフェンス直撃。打ったバッターはセカンドへタッチしてアウト。これで3アウトチェンジ。さて試合は一応やっぱ硬いな。3回の表日本の攻撃、そしてこの回の先頭岩村。さあノーアウトランナーありません。辰川さんにお聞きしますが、日本はどうすればいいですか。この回でね、1点でも2点でも取りたいんですけどね。はい、ここはランナーをまず出していきたい場面です。はい、ファウルです。さあ3球目はどう攻める。内へのボール打った。高いバウンドになりました。取った。一塁へ。一塁アウト。ピッチャーゴロに終わっています。これで打者一巡となります。一郎、これが2回目のバッターボックス。さあ初球、まずはストライク、ワンストライクです。この回はまずワンアウトにしています。ストレート打ちました。ショートの前になります。取りました。一塁に送ります。一塁アウト。アウトです。ショートゴロに終わっています。そしてバッター中島、今日2回目のバッターボックス。初球高めに来ました。ストライク狙ってきたんでしょうか。先頭打者は内野ゴロ。その後あっといい当たり。しかしこれは正面、ホッター取っています。これで3アウトチェンジ。正面に飛んじゃいましたからね。まあピッチャーとしては助かりました。3回の表が終了。日本代表三者凡退に終わっています。そうだろうね。3回の裏カナダの攻撃、バッターマーティン、右バッターボックスに入ります。初球はどうでしょうか。さあこの打球はこれがセンターに上がった。追っていきます。ありました。これもワンアウト。センターフライに倒れました。次のバッターが入ります。ロット3回裏ワンアウト。ここも抑えてツーアウトにしたい。さあどこから来るか。初球は変化球から入りました。ワンナッシングです。さあ2球目、これも強い当たりだ。打ち上げてセンターの打球、追いかける追いかける、頭の上を破った。長打コースになります。さあボールが返ってきた。ツーベースヒット、2打席連続、右中間へのツーベースになりました。さあ得点チームを期待しましょう。ボルノチャンスの目は広がりました。さあランナー返せるか。第1球は初球ストライクを取りました。ボールカウント1ストライク。さあ2球目、低めインコース、ボールカウント2ストライク。変化球打ちました。さあ次の4球目は、あーっと空振り、以上のランナー足止め。まあチャンスはそうそうないですよね。ランナーもホームが恋しいでしょう。再三三振、貴重なチャンスはないですよ。勝利の女神は沈黙を保ちます。ファンはホームランが見たいでしょう。ここは迷わず振り抜いてくると思いますよ。2つも期待したいですね。待ってます。この打席を待ってますよ。さあどんな計算があるんでしょうか。さあどうでしょう。ストレート決まって2ナッシング。当たりませんでしたけどいいスイングですよ。まっすぐ打ちました。チャンスを潰した形になりました。いいスイングの方取りました。これで3アウトチェンジ。さて試合は2点差のまま4回に入っています。4回の表日本の攻撃、この回クリーンナップから攻撃となります。青木左の打席に入っています。何から持ってくるか。初球振りません。ワンストライク。第2球はどういく。これはストライク。このストレートで追い込みます。際どく攻めるのか。打って取って一塁へ。一塁アウト。キャッチャーゴロに倒れました。次のバッターです。稲葉、2回の前の打席ファーストゴロに終わっています。どこから行くか。初球は手を出しません。ワンナッシングです。2回目の打席はどうでしょうか。今度は外に来ました。ここは追い込んでいます。引っ掛けました。一二塁間へ。取って一塁に送ります。一塁、これは十分間に合います。アウトです。
そしてバッターは5番村田。4回の表ツーアウトです。デイビッドソン依然2点のリードを守っています。さあ初球、まずは見送りました。ボールカウントワンストライク。ここまでは両チーム1本ずつのホームランが出ています。直球で切りました。さあバッター追い込まれています。さあここはどうリードするんでしょうか。バット空振り三振、スリーアウトチェンジ。うまくタイミングを狂わせました。気の抜けないゲームが続いていきます。そうですね、そういうゲームは我慢比べですね。さあどんなイメージで打席に入ったでしょうか。ヒット構成、なんとかバットの角度を向けようとしてるんじゃないですか。なるほどね。まあピッチャーにはね、相性悪いと思わせておきたいでしょうね。どんなボールをどう打つか、今後の印象になっていきます。ここまでのカナダ、ヒットが6本、4得点という内容です。一方の日本、ヒットは2本、そして2点を入れています。カナダがリードしています。これはストレート、2ストライクノーボール。これは大きな当たりだ。これはスタンドに届きそうだ。入った。打順は次に変わります。オア、左のバッターボックスに入りました。ここまで1点を与えています。みんな指名打者が違うの。まずは簡単にストライクが来ました。カウントはストライクノーボールです。5対2、カナダがリードしています。真ん中打って、これはピッチャーない。さあランナーが塁に出る。チャンスを広げるか。さあ達川さん、今のはこれにしてもど真ん中ですよね。それでは打ち取れませんよね。なるほど、甘い球を見逃せなかったということですね。そうですわね。初球は高めに来ました。ボールカウントワンストライク。渡辺俊介、今日は2回と3分変化球打った。打球は左へ。ワンアウトです。ショートフライに終わりました。そして打順が変わります。T へ、左打席に入っています。渡辺俊介、今日は3回を投げて打たれたヒットが4本、そして1失点となっています。最初はストレート持ってきました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。2球目はどうか。ストレート、ちょっと上がった。まあね、完全に詰まってますよ。取りました。2アウトになっています。レフトフライに終わりました。アウトが2つになって、次のバッターになります。トスキー、4回の裏2アウト、2アウトになっています。しかしこれは追いつきます。取って、これで3アウト。緊張感を持続しながらのきつい試合が続きます。そうですね、特にピッチャーは援護が欲しいはずですから。監督コーチも祈り痛むような展開です。ここは慎重に行かなければなりません。先ほどのホームランの配球です。デイビッドソン、この試合許したヒットの数が2となっています。初球です。初球はボールになりました。ノーワンです。第2球はどういく。インコース低めのストライク、2つインコースに来ました。2回の第1打席、強烈な当たり、低い当たりになった。なんと鋭い打球だ。これはファーストになります。この6球目、見逃し。下位打線に回ります。福留、左のボックスです。今日奪った三振の数は5となっています。さあ1球目、初球インコース、ワンストライクノーボール。さあ第2球、大学いっぱいに入りました。2ストライクです。低めのボールを打って、ラインには際どいか、抑えた。一塁はアウトです。ファーストゴロに終わっています。次のバッターが入ります。城島、右の打席です。今日2度目のバッターボックスに入っています。まずは初球ストライク、ワンストライク、ツーアウトになっています。まっすぐ持ってきました。ボールカウント、ツーストライク。なんとスリーアウト三振、スリーアウトチェンジ。結局空振り、三振に終わりました。5回の表が終了。日本代表、4回目の三者凡退に倒れています。5回の裏、カナダの攻撃。対します、この回の先頭、マーティン、渡辺俊介、今日打たれたヒットの数は4となっています。
球、初球狙った、センターへ上がっている、ワンバウンドヒット、勝ちました、ランナーが出る、さあノーアウト、さあ連携プレー見せるか、ツーベースヒット、センターへのヒットになりました。彼の一人で大きく流れが変わることもありますからね、そりゃベンチも期待していきますよ。そうですね、みんな引っ張られる感じでね。これがいったー、これも強烈な打撃入りました、風間は寒いけど、今ホームイン7対2、そしてベンチ前ファンも喜んでいます、2点を追加します、5点差に広げました。バッターボルノ、さあランナーはなくなりました、さあ初球です、最初は変化球、空振りです、カウントワンストライクノーボールです、さあ2球目、アウトコース、ここは追い込んでいます、次のボール注目しましょう、いったー、連発や、打った瞬間に上がりました、ホームランです、ホームラン、今日はホームランが何本飛び出すのか、番組になったスタジアムの一瞬のうちに、もうカナダ打線大爆発や、もうお前とやってみてもいいけどね、コントローラー変わんねん、やってみたいわ、久々に、追加点が入ります、6点差になっています、さあ第1球、初球空振りです、ワンナシングです、3回の2打席目、セカンドフライに終わっています、まずジャンプヒーしかない、インコースストライク、2ストライク、3球が決まった、持ち味のストレートで三振を奪いました、そしてバッターズワンアウトになっています、まず初球、初球変化球は空振りです、あ、ボールやったね、本当力がね入ったスイングですよ、はい、残念ながら捉えられませんでした、さあ第2球、外はこれは外れています、ワンストライクワンボール、この試合の奪三振の数が2となっています、さあこれは入れたい、伸びるか、伸びる伸びる、追っていきます、フェンスにダイレクト、打ったバッターは二塁へ向かいます、ツーベースヒット、センターオーバーのツーベースヒットが飛び出しました、ラッシュの間を抜いていくのか、ヒットを狙いに行くバッティングでいいと思いますよ、この辺を抜いていけばいいでしょう、ラッシュの間を抜くことだけ考えればいいんですよ、巧みなバットコントロールが見られるでしょうか、この前の打席ではセンターへのシングルヒットを記録しています、ストレート打ちました、これはレフトへの打球、取ってこれでツーアウト、レフトフライに倒れました、そして次のバッターとなります、スターン、ツーアウトになっています、変化球打って左への打球、ワンバウンドヒットになりました、レフトバッター一塁ゲット、ボールは中継のショートへ、バッターが投入しました、タイムリーツーベースヒット、投入は投げる球は予想できますか、バッターは余裕を持って打席に立てますよね、自分の得意の球はどれだけ狙えるか、そして次のバッターを迎えるスティーヤ、左の打席です、まあ他のスタメンが全員ねヒット打ってますのでね、はい、それをファンも期待していることでしょう、さあカナダ代表、真ん中打ちました、打球がレフト上がった、これ詰まってますよ、取ってスリーアウトチェンジ、さて試合はカナダリードのまま6回に入っていきます、ワールドベースボールクラシックセミファイナル、ゲーム1は6回の表、日本の攻撃、トップバッター岩村、さあ1球目、低いボールまず内へ持ってきました、ワンボールです、今日2回目のバッターボックス、ストレート、ワイエンドワン、デイビッドソン、今日のゲーム打たれたヒットの数が2となっています、ストライクになります、さあ2ストライク追い込みました、次が4球目、あっと打った、打球は左へ、サードライナーに倒れました、打順がトップに戻ってきます、イチロー、この回もまずワンアウトを取っています、初球を投げてストライク、カウントワンストライクノーボールです、第2球はどういく、これはまっすぐ、ストレートで追い込みました、こ
これは大きく外れました。バッテリー外してきます。さあ何を見せるか。行きました。滝はピッチャーの横、ピッチャー取りました。一塁へ送ります。アウト。一塁はアウト。ピッチャーゴロに終わりました。そして次の2番中島、6回の表ツーアウトになっています。初球はどうでしょうか。まずは初球ストライク、ワンストライク、ツーアウトになっています。まっすぐ打って何、ツーアウトから塁に出ます。センターへの打球はヒットになりました。そして次のバッターとなります、青木。今日もだった三振の数は6となっています。強烈な打球、初球しっかり捉えた。低い打球になりました。ワンバウンド、ワンバウンドした。打ったバッターは2塁へ。次のバッターを迎えます。稲葉、ランナーを返したいこのバッターボックスになります。さあ3回目のバッターボックス。さあ初球はどうでしょう。まずはまっすぐから入りました。でも力強いね、スイングしてますよね。スイングが豪快にいきました。決めてきます。枠いっぱいに決めてきました。パーッと空振り三振、スリーアウトチェンジ。今のカーブには当たりませんでした。6回の表までゲームは終了しています。日本代表1点を返しています。9対3、リードが小さくなりました。6回の裏、カナダの攻撃、この回はトップから始まっていきます。コスキー、左のボックスに入っています。最初の1球は成田、初球見送っていきます。ワンストライクです。渡辺俊介、今日は4回と3分の2を投げて許したヒットが9本、そして5失点という成績です。さあ次のサインは、さあこの当たりは、この当たりはライト、右への打球、ライトフライに終わりました。そしてバッターは2番マーティン、今日はツーベースを放っています。どこに入れてくるか。まずはインコース、ワンストライクノーボール。2球目はどうか。これもいい当たりだ、抑えた。しかしセカンドが取っています。一塁、これはアウト。セカンドゴロに終わりました。そして次は DH ボット。この打席でねヒットが出ると4安打ですからね。はい、この打席もやはり狙っていることでしょう。第1球です。あーって打ちました。あーダメや。そしてセカンドへのゴロです。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジになります。さて試合はカナダリードのまま7回に進んでいきます。7回の表、日本の攻撃、先頭のバッター村田、右のバッターボックスです。デイビッドソン、今日の6回までのピッチング、許したヒットが4本、そして失点が3あります。この試合の奪三振の数が7となっています。インコース高めのストライク、ツーナッシングです。あーっとこれは打球は三遊間、きれいに破りました。ノーアウトからランナーを出していきます。いや、辰川さん、今のはどうでしょう。ヒットになりましたけどね、チェンジアップだったと思いますよ。ですね、そしてヒットになりました。初球はどうでしょうか。初球から入れてきました。ワンストライク、これが3回目のバッターボックス。ちょっと上がります。これはレフト上がった。これはレフトが前に出ます。取りました。これでワンアウト、一塁に送ります。レフトフライに終わりました。ワンアウトになって次のバッター、7回の表ワンアウトになっています。さあ初球、低めを打って、ファーストランナーが飛び出している。一塁に送ります。サードフライに終わりました。ツーアウトになって次のバッターです、城島。さあ3回目の打席、どこに入れてくるか。まずは初球見送りました。ワンストライクノーボール。7回の表ツーアウトになりました。低めを打って打球はサードへ、一塁へ。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。7回の表が終了、日本代表は0点で攻撃を終了しました。日本代表3番手ピッチャーをマウンドに上げます。山口、カナダをどう抑えてくるんでしょうか。もう一回このダルトでよかったかな。そうかしら。7回の裏、カナダの攻撃、トップバッターモルノー。7回の裏ノーアウト、最初の1球、最初はストライク、当たりませんでしたけどいいスイングですよ。はい、大きな空振りでした。第2球はどういく。速いボールできました。気合の投球を見せます。あっと、これは痛烈な当たり、後ろに下がる下がる。センター深いところ破った。バッターランナーは2塁になった。さあ2塁クロスブレイカー、ツーベース、
センターオーバーのツーベースヒット。さあランナーが1人出ました。レイノーアウトランナー2塁です。どうですか、タスカカナダのこの後の展開なんです。やっぱりこの点差があってもね、チャンスは確実にものにしたいですよ。はい、ここはどういった攻撃で来るんでしょうか。5回の3打席目、スイングアウトの三振に倒れています。これはストレート、ボールカウント2ストライク、直球三振、空振り、勢いのある直球で抑え込みました。そして打順が変わります。ステアー左のバッターボックスに入っています。今日4回目のバッターボックスに入っています。1球目は空振りです。ボールカウント1ストライク、先頭バッターにツーベース、その後三振を取っています。変化しました。さあ追い込んだ、連続の三振、結局スイングアウトの三振です。ツーアウトで次のバッターを迎えます。ボア今日はここまで3打数1安打。初球ストライク、ワンラッシングです。5回の第3打席、レフトフライに終わっています。ストレートできました。思い切って投げてきます。引っ掛けます。打球はショートへ。うわ最悪。一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。さて試合はカナダリードのまま8回へと入っていきます。8回の表、日本の攻撃、9番からの打順になります。岩村、今日の奪三振の数は7となります。もうなんかスタミナがやばいな。初球見送っていきます。カウント1ストライクノーボールです。さあ2球目、見逃してストライク、カウント2ストライクノーボールです。さあ3球目はどう攻める。決まった、3球三振。ここは三振でアウトカウントを増やしました。しかしスタミナはどうなんでしょうか。そしてバッターは1番イチロー、バッターボックスに入ります。ワンアウトランナーはありません。2番手ピッチャーを送ります。ブルーリードを大きく取っての登板となりました。さあ調子はどうでしょうか。今日の放送席は辰川さん、黒木さん、お二人の解説、そして実況山口不二雄でお送りしています。今日はここまでノーヒット。これは当てただけ。まあ今のスライダーですけど引っ掛けてますよね。キャッチャーフライに終わりました。そして次の2番中島、右打席に入っています。先頭バッターは三振、その後は内野フライに終わらせました。最初は外に持っていきました。ワンラッシングです。次の第2球、引っ掛けた感じになりました。ショートへの当たり、抑えた、一塁へ送ります。アウト、ナイスフィールディング。やっぱり心のね、余裕ですよね、今の守備は。本当に固い守りでした。ゲームは8回の表を終了、日本代表5回目の三者凡退に倒れ、8回の裏、カナダの攻撃、8番からの打順になります。スターン、ここまでのカナダヒットが14本、そして9点を奪っています。一方の日本、ヒットは5本、3、行きました、ランナーが出ます。ノーアウトのランナー。さあ勝川さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。まあ早い球でしたけど打たれましたよね。ですね、見応えのある対決でした。いきなりランナーを背負っています。まず最初のボールを決めていきました。ワンストライク、2球目はどうか、入れてきました。2ストライク、あっと3球三振、3球で蹴りをつけました。アウトが1つ。そして次のバッターです。コスキー、左の打席に入っています。山口、今日は1回と3分の1を投げて許したヒットが2本、失点はありません。何から持ってくるか。先頭バッターのヒット、その後三振を奪っています。ストレートを持ってきました。ボールカウント2ストライク、今度も3球三振、マジか、バットが出ません。三振です。ツーアウトになっています。はい、1球、初球から打った、いい、いたか、いったか、いったか、入ったか、いった、ツーランホームラン。これは強烈な当たり。マーティン、この空高く美しい放物線を描きました。8回の裏、ホームランが飛び出しました。これは楽になったか、勝利を決定してたか。そして今ホームイン、11対3、そしてタッチをかわしていきます。2点追加、大差は大きく開きました。打順が移ります。ボッと左打席に入っています。今日は3安打という成績、ホームランも打っています。さあ初球、この回ツーランホームランを打たれています。これはショートになります。一塁送球、一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。
8回を終了。カナダ代表2点を追加、11対3リードを広げています。9回の表、日本の攻撃。この回はクリーンアップから始まっていきます。青木、ここは塁に出てつなぎたいところ。青木、今日は1回塁に出ています。カナダ代表、ここで3番手ピッチャーを出します。クレイン、大量のリードという場面で登板します。さあ最終回、決勝戦に備えて4人待ってな。今日4度目のバッターボックス。初球はどうでしょうか。ストレートを打って右中間に持っていった。ライト後ろに下がります。ライトフライに倒れました。バッターは DH 稲田、左のボックスです。この回もまず先頭バッターを打ち取りました。最初の球は最初のボールを決めました。ワンストライクです。6回の3打席目、空振りの三振に終わっています。ストレートできました。2ストライク、やっと打ちました。フルワラインには、この打球はファウルになります。打っていった、打球ラインには左に切れるか。サードが抑えます。一塁へ送ります。サインプレーはアウト。でもヒットになってもおかしくない打球だったんですけどね。はい、これは見ている方も気分爽快です。サードゴロに終わっています。そしてバッター村田、最後のバッターになるのか、それとも次に繋ぐことができるのか。この回まず2アウトを取っています。あれが怖いんだったの。勝利まであと1人になった。外から攻めていきます。カウントワンストライク、ノーボールです。次のボールはストレート決まって2打線、ここは追い込んでいます。これで決めるか。あっと空振り三振、試合終了。最後は空振りにしておりました。ワールドベースボールクラシックセミファイナル、ゲーム1は11対3カナダの勝利となりました。これでファイナル進出を決めました。最後までリードを守りきりました。今日のゲームご覧いただいてまいりました。今日のゲームの解説は辰川光雄さん、黒木智弘さんでお届けしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。